県庁本庁舎の駐車場に止まっているこちらの車、ボディには県のイメージキャラクター黒潮くんが描かれています。今日お披露目されたのが黒潮くんラッピングカー。多くの県民にキャラクターを知ってもらおうと公用車にデザインされました。反対側には鳴子を持った黒潮くんも描かれています。ラッピングカーを見た本人は、大満足の様子。特に自分が書いたサインがお気に入りなんだそう。車は高知市内を中心に走っていて、見かけた人がハッシュタグ黒潮くんラッピングカーと書いて写真や動画を投稿すると、黒潮くんの公式ツイッターで随時紹介されるということです。黒潮くん、どんな思いになってほしい？たった県内で1台の車ですので、ぜひ見かけたら、あ、ラッキー黒潮くんやっていう思いになってもらいたいというふうに言ってます。黒潮くんは1997年に一般公募602点の中から選ばれた県のイメージキャラクター。去年からデザインが無料で使用できるようになり、この1年余りで116件の商業利用が認められました。県庁の土産物売り場では、ぬいぐるみやボールペンなどおよそ30種類が販売されていて、黒潮くんのグッズを目当てに訪れる観光客もいるほどです。そんな黒潮くんが今回新たなスタイルで登場。それがこちら、おしゃれなハットに蝶ネクタイ。そう、牧野富太郎博士とコラボしました。今月25日に開幕する観光博覧会に合わせ、県は牧野博士に扮した黒潮くんの缶バッジを制作。自分が考えたおもてなしなどを宣言書に記して県に提出すると、この缶バッジがもらえます。皆さんがこう宣言していただいて、缶バッジを身につけていただいて、どん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 こう広がっていくといいなと思ってます。おもてなし宣言書は県のホームページからダウンロードでき、観光政策課や高知駅前の土佐テラスなどで受け付けています。